はい、それでは対戦よろしくお願いします。今回はこの動画に向けてマジバンドメンバー組んできたんでご紹介します。よろしくお願いします。突然キャラ変わった気のせいです。マジバイブス上げていくんでよろしくお願いします。まずボーカルのバックオングパイセンス、その火力でチームを勝利に導いてほしいですね。でボーカルのストリンダー先輩っす、よろしくお願いします。でボーカルのオンバーンさんっす、よろしくっす。でボーカルのジャラランガさん、そしてボーカルのフライゴ、そして最後にボーカルのゴリランダー先輩っす。じゃあよろしくお願いします。でこうしてる間に相手のパーティーを、整理してたんですけど、マジきついっすね。あ、ちなみにボーカルパとか、なんだっけ爆音パとかついてますけど、ご近所迷惑なので声のトーンはいつも通りです。よろしくお願いするっす。うっす。でお前さ、ミント食ってねえだろ。お前ミント食ってねえよな。どうしよう、ミント食ってねえ先輩がいるせいで他のバンドメンバーもマジ迷惑してるんですよね。その辺はもうちょっとちゃんとしてほしいんで、後でちょっとちゃんと言っておくっす。うっす。それでは対戦よろしくお願いします。今回のパーティーはマジダブルバトル用なんですけど、でも自分たち的にはシングルもかなりリスペクトしてるんでよろしくお願いします。うっす。さて相手の1匹目は読めねえ、でも上がる、行くぜ行くぜ。まあ、シャンデラパイセンマジ結構怖いところあるんで、ここはどうしよっかな、どうしよっかな。というわけでかなりまあ音な感じなパーティーなんですけど、暴風いっちゃいます。一致の驚いちゃう、この凄まじい火力。おトリックルームとかマジ小生意気な技使ってくるっすね。マジ困るっす。ここは逃げましょうか。どうせろくなことにならないんで、ジャラランガパイセンにここはお願いしましょう。よろしくお願いします。特性は防音ですね。どうなんそれ自分たちのロックな BGM も聞こえない感じなんですけど、防弾だったらよかったんですけどね。ここはねマジ超痛いっすね。でこのジャラランガパイセン S に確か振ってた気がする型なんで、まあ、ここはスケールノイズぶっ放した退場ですね。おそらくシャンデラの方が生えてるんで退場するっす。うっす。これはもう致し方ない感じなんで、でこれでトリックルームのターンを結構稼いでいただいたんで、ウォンバーン先輩に戻ってもらって、追い風でシャンデラを倒しつつの大丈夫だ状況。はい、トリックルーム2ターンか。ここは暴風で倒した方がいいかな。ちょっと待って、めちゃめちゃ悩むんだけど、2ターンかちょっと多くない？暴風でいきます。シャルボイエー、守ります。効きません、暴風です。ウェイ、うっさい、完了イエー。これでトリックルームのターンは残りたったの1ターン。残りのポケモンはおそらく鈍速で組んでるんでしょうなと思ったけど、そんなに遅いポケモンいましたっけお相手し。あん？ああ、パッチェルパイセンはちょっとマジ NG な感じなんですけどね、うち。これ多分ダイマは切ってくるかどうかかなり怪しいんで。まあ、やることとしてはあんま変わらんので、追い風で風でも感じて渋谷のハイウェイ乗り出してしまいます。くちばし痛っす。ですがじゃあここから本当のバトル開始いきましょうか。バグオングパイセンよろしくお願いします。ただ今回ねメガネかけちまってるんですよね。これブランドものなんですけど、だから前回の動画で別の方が紹介してたノードスプレーバックオングほどの火力は出ない感じでして、え、割とマジ今どうしようかなって頭抱えてるところっす。うっす。でもここは向こうがダイマ切ってこないと信じて切ってきたっすね。これやばいっすよね。これマジトリックルームパって、トリックルームの起点役、そして遅いポケモンで最後には速いポケモン入れてることが多いんですよ。なんでこれマジバックオングパイセンの命は助からない感じっすね。うっす。やばいっす、してやられたっすね。でも一撃これ食らってもらうっすよ。わ、すげえ火力っすね。一発っすよ本来なら。でもこれ一発ぐらいな耐えてくるんじゃねえかなって。10倍ですよ。
思ったより硬いっす。これ勝ったっすね。すげえっすね。ダイマックス相手に素で勝っちゃう。あられの痛さは男の勲章ってやつっすね。じゃあこのままバックロンポいっちゃうっす。あいつろくな補助技お持ちでない感じなんで、これで絶対に落ちるっすね。すげえっす。さすが深夜なんで拍手は小さめです。うっす。ご近所さんと揉めたらバンドできなくなるんで、うっす。どうせ S バンしよう、 S バンしよう、どうせ S バンしよう。あ、なんか予想外のやつが来たっすね。これどうすればいいっすかね。これマジ頑丈じゃないっすよね。あいつ、あいつ鋼、あれタイプ何でしたっけ。ちょっと待ってくださいっす。相手を見ます、相手を見ますちょっと待ってくださいよ、状況。こいつのタイプ氷鋼っすよね。これもしかして爆音のパイセンワンチャンあるんじゃないっす。あ、でもこれ多分ね雪かきなんすよこれ雪かきっすね多分。これ本命もしかしたらサンドパンまであるっすね。そう、 あの雪を降らせて、あられ降らせて素早さをチェンジしつつみたいな、そういう方かもしんないですけど、雪隠れだったら勝てるんですけどねみたいな夢抱えて渋谷に上京しちゃった感じなんですけど、あー外してくれたらなってマジ切に願いますね。おつっす。でもいいところまで行ったあたり、やっぱバクオムパイセンのこの力強さみたいなのは感じてもらえたと思うんで、今日のライブは盛り上がりましたね。ありがとうございましたっす。惜しかった。うっす。ダブル行こっか。このパーティー何気に氷タイプの技刺さりすぎてないです。さっき奇跡的にやべえ相手と当たったわけですね。よろしくお願いします。さて、典型的なアメパですね。であればストリンダーの刺さりは非常にいいと見ましたが、フライゴン、バクオング、ストリンダー、そしてジャラさんかな。このメンバーでいきます。さあ、この4人で奏でるセッションにご期待ください。ダブルバトルいきます。で、ミントはちゃんと変えたし、フライゴンの持ち物も少しいじってあります。つうかあれじゃん、女性中心のボーカル、ボーカル違う、ボーカルバンドよ。うん、歌だけであなたに素敵な音色をお届けするぜ。にしてもここまでこってこての、これアメパっていうか水統一だよね。うん、ただね、ゴースト統一でロトムだけはなんか平然と水を使うとかもあったので、あのウーラオス悪の可能性はありますね。じゃあ BGM を今回は気合い入れていくっす。よろしくお願いします。さっき間に合わなかったんだよね。いきます。ラプラスト、アラクワヌネゼイエオイエウィッス。フライゴンパイセンよろしくっす。ここはかなり苦しい場面なんで超音波言ってほしいっすね、ラプラス先輩に。うん、いきなりそんなんでいいのか、大丈夫。でもこれ間違いなくフライゴンに向かってあれ飛んでくんすよね、ウォール。いきなりそんなお前もう大ピンチなのでは。実はもう爆音波いくっす。どうせラプラスに巨大切ってよからぬことしてくるはずなんで大丈夫です。僕を信じてください。行くぜ。この対面で向こうがやることは一つでしょ。こんなにもいい状況で戦慄を打てるチャンスなんてそうないわけですから、ここは絶対に来るね。まずはできればラプラスに一回も晴らしたくはないんだが、まあそれはさすがに贅沢というものを、確実に片方ぐらいは消し飛ばしておきましょう。では行くぜ、ウォール展開、爆音波。これ範囲技になっているので気をつけましょう。行くぜ、ウォール。しずくもちゃんでもそのダメージとはね、次の一撃が耐えられないじゃないか。ネットピュー、向こうの威力も大したもんだな。ではワームよりアタックかな。
S 落としておきましょうか、万が一があるし。うん、威力的にはそんなに変わらんのか。どっちがいいかな、ワームかな。よし、ワームはあっちなくて、再び爆音波ぶっ放すぜ。ほう、守るですか、いい技持ってんね。では気を引き締めてワーム、デバフぐらいは入ってもらうぜ。あんま通らん、というか爆音の火力がいかにぶっ飛んでるかがよくわかる。さあ、これでラプラスデバフが入る。ついでに一応ね、音波そっちはしゃあねえ。問題は痛え、すっげえこの次のダメージ半分になっちゃったから、そこは気をつけようね。戦慄フライゴン、ご苦労。本来ならね、臨床込みで爆音具のサポートをしてもらう方なんですが、巨大ラプラスと勝ち合っちまったらさすがにね。あれ、音大丈夫？ちょっと待って、ちょっと待って、音の調子が。仮にも今回音楽パなのに。じゃあ次は満を持して登場、ボーカルのストリンダー、行くぜ。うっす、パンクにロックに行くぜ。オーバードライブ、そして爆音波痛くね大丈夫か。あ、そうだ、味方の音も無効にするという隠れ効果あった。思い出した思い出した、危ねえ危ねえ。じゃあ行くんでよろしくっす。さあ、この神がかったセッション見せてけ。水統一ゆえ受ける手段はない。あれ、あ、半減だっけか。あ、超絶いて、でも OK です。さあ、2体同時粉砕、これで巨大のアドバンテージは消えたな。むしろ向こうは1体少ない。さあ、残りの水が一体誰かだな。ウーラオスとかだと少々困るんだが、いそうですね。ペリペリな、サスミ、何、ゲロゲ。ほう、スイスイで来るかよ。ですが、ゲロゲで止められるのはどちらか一体だけ。我々の火力を果たして受け止められますかな。来いよ、ペリペリメモル。いえ、しまった、これでは。大地、そっちか。これはラッキー、ラッキーなのか。たまあ、では爆音波受け取ってもらうぜ。超絶火力さ、わあ、いい火力。ジャラさん、よろしくお願いします。ペリッパーは遅いので、ここは悩むな。ゲロゲがかなり早いんですよね。ですが、もう悠長なことをしてる時間はねえか。スケールノイズおよび爆音波ぶっ放せ、いくぜ。第一の力、さすがに耐えない。爆音部、爆音部じゃねえ、爆音部、よく頑張ったよ。いくぜ、スケールノイズ、おりゃ、やったぜこれがオトパの魅力よね。範囲高火力技、スケールノイズぐらいの火力がなかったら急所でも落ちてないもの。というわけで、大逆転で我々のバンドは楽しんでいただけたでしょうか。大事なところ、噛むところもなんかこう女子のハートにはときめいちゃう感じらしいんで、ちょっとぐらいウィークポイント出してる感じね。うっす、なんというか今日は統一パとしか当たらんのか、こってこてじゃねえか。よろしくお願いします。くっそー、ゴリランダー出せなかったが、お見せしときますね。こういう方ですまあダブル用なんですがね、あの雄たけびというちょっとマイナーな技がありまして、相手の攻撃と特攻を、まあ、両方下げるっていう技があるので、まあ、簡易的な置き土産的な使い道もできると。で、音なのでもろもろ貫通するんですね。まあダブル用でしたが、はい。でフライゴンはさっき言った通り、スカーフで臨床して爆音具に続いて熱唱してもらうと、で片方一気に落としてしまうという感じなんですが、まあその辺の目論見の
片鱗を見せたかったが、今回はまたシングルに戻ってきたので、まあ臨床自体はね、あの強いテーマだと思うのでいずれ紹介するでしょう。で問題はね、今ずっと考えてた、もうどうしようもね、気合できます。トリックルームの可能性もあるんすわ。これコータスとシャンデラがいるでしょう。すげえ嫌です。噴火コータスのヤバさ知ってますとも。じゃあ鳥を飾るはこの BGM、 よろしくお願いします。行くぜ。読めねえ。おう、ステルスロック系かな。まあ開幕、まあシングルなので噴火はないでしょ。暴風で、暴風命中下がったっけ、ググロ暴風、いや確かね、雨だと必中命中100になるだけで、別に晴れの時はそんな変わらんかった気がするんですが、まあそれで命中落としたら世話ない、世話ないんだね。日差しが強い場合は命中率が 50% になるですって。音波見といてよかったなお前。ごめん。ほう、ここで交代を誘われるかよ。ならばバックオング、よろしくお願いします。ここでまたあくびをしてくるか。あくび、でも別にね、何もしてない状態であくびを連打されても私としては困らんのですよ。別にだから向こうがどのタイミングであくび以外の行動をしてくるかですね。すでに2回のあくびを使った。ただいま。まあ別に構わんよ、日差しが消えるだけだぜ。延々続けてやる。これちょっとあれだよ、観客からポップコーンとかジュース投げられちまう試合展開だぜ。フリートークでつないでいけ。かたくなにやめねえな、寝ろよというわけで、本来であれば追い風で加速してからバックオングでぶち抜くという、前回紹介したバックオングをさらにプッシュさせた方なんですが、どうにも相手がそのあれだね。でもこれ諦めた方が不利なんですよ。正直勝てる試合を自分の手で落とす必要あるまい。まあそれがお好みなのであれば、正直時間制限使い切って差し上げてもいいんですがね。別に使い切った側が負けじゃなかった気がするんで、じっくりやってこのまま。でもそんなのバンド的にどうよというわけで無限に付き合ってもらうぜ。ウィル、だってこれ眠り入ったらそこから負けのムードありますからね。まあちなみになんですけど、もう一つ手があるわけじゃ。お、打ってきたね。これは向こうが負け筋作ったわけですよ。さてさて、ん？お、脱出バック、諦めましたね。ここで何出してくるつもりだ。エースバーンかな。ガエン、おー、ですがこんなのは引いちまった方が負けなんですよ。もうちょっと長かったらカットしてたぜ。追い風いきます。うわー、これによってこちらのポケモンのスパイスが2倍になる。おお、なるほど。暴風いきましょうか。まだつむきか。いくぜ。岩塩は硬くてもせいぜい、おお、思ったより入ってるな。あ、かわいそう因果応報というやつですよ。ほう、ラムか。ダッチャ、ディディラリアット、くるくる。よし、ありがとうよ。まあ正直削りすぎだね。そんなことしなくてもこの展開だったらバックオングに全て任せていただければ問題はなかったのだ。行くぜ。ボイトレは十分か。結構長い間待たせちまったからな。
確かにガエンは耐久そこそこありますが、開幕からフルスロットルの爆音具の火力は止めれまい。次に出てくるのは何でしょう、コータスかな。追い風のターンを減らすぐらいしかできないでしょう。ガモス面白いので来たな。だが無駄ダイマ切ってくるな。切ってこない、舐められたもんだぜ。超舞か、超の舞。一回積んでからエースとカス、得意戦術ですね。ほう、耐久型か。身代わりとかもあったかもしれませんね。ですが音に対して身代わりは無力。もうここでダイマ切るしかないでしょう。まだ切らない。温存されたか。外したら負けるってのに。ならば私の最後のポケモン行きましょうか。ちょっと勝てるか怪しいかもしれんが、行くぜ。でも直帰です。音といえばこいつでしょう。ストリンダー行くぜ。そう、なんでストリンダーで大サンダーしなかったのって話なんですけど、ないんですよ。しゃあないな、しゃあないな。はい、行くぜ。あれ、向こう切ってないのか。身代わり使われたか、読まれたかもね。わからない。感電はね、元技じゃなくなるもんな。ほらほらほら、エアギター、エアギター、ブルン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 。さあウルガモスに目線を合わせちゃう。なぜダイマを切らなかった。心が折れているのか。ギターだ、ほら。買ってさすが超前入ってるだけはあるな。ですがもう終わった。いいか、これがギターの使い方だよ。そう、ギターで音色を奏でる、かっこ物理。ここまで切らないって、これもう心折れてるだけだと思うんだけど、なんか企んでるかもしんないから全力だろ。バッコーン。ガモスさんやっぱあれよね、ステルスロックとか物理アタッカーのメジャーなサブウェポン、岩技、その辺が苦手としていますが、そこで疲れなかったら割と強いよね。さあ申し訳ねえが消えてもらうぜ。どっちにしろ勝ってたと思うんだけどな。なんか釈然としないよね。切ってきたよ、マジかよ。え、何考えてるの、マジで怖いんだけど。え、ちょっと待って、大ウォールしてきてから足りるのか。そうか、私が勝手に決めつけてただけで、このコータスもしかして特防に自信にきあるか。そうか、あるいはガモスの特防を向こうも低く見積もってたか。そうか、ストリンダーって物理型もありえるんですよね。だからか。そうか、自分たちがあまりにもロックバンドとして長く行き過ぎたからさ、それが当たり前だと思ってたんだよ。うかつ。まあここまで来たらもうバークアウトなんで小技は不要。全力で我々の音楽を楽しんでもらいましょう。忘れてたわけじゃなくてよかったぜ。オーバードライブ、イヤー。やっぱ特防に自信にきじゃんこれ。おお。ですが私もまた特防に自信に、冷静に考えたらタイプ統一でダイマ切り忘れなんて、それはなかったな。むしろ全力で火事に来てるはずだぜ。いえ、ギリギリだった。うぅ、いやボツ回かと思ってね。ありがとうございました。あなたの奏でるバトルの音楽素晴らしかったぜ。ナイスロック。